こんにちは。先日僕は入れ歯ピン芸人が集まるお笑いコンテストデンタルワングランプリの決勝戦の出番を楽屋で待っていました。すると同期のコンビ芸人イニシエじいちゃんズが激励に来てくれ、わしらの入れ歯で決勝に出てくれと AG から上入れ歯、 BG から下入れ歯を託されました。なので僕は2人の入れ歯を装着し決勝のステージへ。しかしアクシデント発生。なんと入れ歯の噛み合わせが最悪で全く喋れず、ネタを全部フラフラでやりきることに。しかしそれが逆に爆笑を呼び、見事僕は D1 で優勝することができました。そして僕は急いでイニシエじいちゃんズの元へ行き感謝を伝え、入れ歯を返そうと差し出すと、2人はくっそーと言って僕の講習で行ってしまいました。殺戮講習芸人ゲルトゥー。はい、ということで今回はヤバいものが詰められたクーラーボックス、都合が良すぎる借金返済計画書、一方的すぎる賃貸の契約、どん底につけ込んだ宗教勧誘など、芸人さんたちに送られてきたヤバすぎるプレゼントを7つほどご紹介していきたいと思います。言ってく、オードリー春日さん。お笑いコンビオードリーのボケとして活躍している春日さんが過去に暮らしていた風呂なしアパートむつみ荘は住所が公にさらされていたため、連日プレゼントを手渡しに来るファンたちが殺到していました。そんな状況から春日さんがインフルエンザにかかってしまった際には、ドアの前にお見舞いの花や飲み物などが大量に届けられたこともあるといいます。ちなみに僕の住んでるサバンナ荘にも連日いろんな方が心配しておパンツ持ってくるんですが、僕はノーパンツを貫いてるんで丁重に返り討ちにしてます。とここまではただのいい話なのですが、ある日お見舞い品の中にクーラーボックスが混ざっており、春日さんが中を開けてみると、なんとそこにはボックスいっぱいにひったひたに詰められたお粥が入っていたそうです。またある時には家の前に大きめのゴミ袋が置かれており、春日さんがどかそうと手を伸ばしたところ、袋の中から突然手が伸びてきて、そのまま腕をガッと掴まれたこともあったそうです。まあ僕も満員電車の中で腕掴まれる側なので、ケツ穴の締まる思いです。バイキング小峠さん。むむむ、僕のハゲ頭のシンクロ率が上昇して気持ちが高ぶってます。うわなってきた。お笑いコンビバイキングのツッコミとして活躍している小峠さんですが、過去にライブ終わりに毎回便箋7枚程度の長文ファンレターを渡してくる30代の男性ファンがいたそうです。そして手紙には、小峠さんのお笑いは僕の血となり骨となり、言葉を聞くとまるで稲妻で打たれたようになどと仰々しい内容が綴られており、さらにその手紙とは別に7枚も手紙を書いてすみませんという謝罪の手紙まで添えられていたそうです。なおこの手紙を知った相方の西村さんも、同じハゲでも人気になるハゲとそうじゃないハゲがあるんだなぁと焚き火見つめながら思ったとか知らんけど。また手紙には毎回その男性が働いているうなぎ屋の住所と電話番号が書かれていたらしく、ある時小峠さんが何気なくそのうなぎ屋を訪れてみたところ、ファンの男性はすでに仕事を上がっており、それ以来手紙には男性のシフト表が添えられるようになったそうです。またこれについてハイネック曰く、シフト表は外部に漏らすべきではないと無職の分際で生意気ほざいてたので焚き火に放り投げときました。渡辺直美さん。女性お笑いタレントとして活躍し、現在ニューヨークに在住し、海外でも絶大な人気を誇っている渡辺直美さんですが、かつて彼女の元に恐ろしい内容のファンレターが届きました。ちなみに僕の元には定期的に創価学会の数珠が送られてきます。そのファンレターの内容は、すでに渡辺さんと差出人が付き合っており、現在は遠距離恋愛中という妄想が書き綴られており、遠距離だけど頑張ってる、電話してくれてるけどごめんね、会いたいけど吉本が邪魔してきて会えないなどといったゾッとする内容の手紙だったそうです。またこのエピソードは TBS の人気番組水曜日のダウンタウンで披露されており、この話を聞いた出演者たちは全員が恐怖で引きつった顔になっており、客席からも悲鳴が上がっていました。これには我々インスタ女子もケツ穴が締まる思いです。アンガールズ田中さん。お笑いコンビアンガールズのツッコミとして活躍している田中さんですが、あるテレビ番組で貯金が1億あるという話をしてしまったところ、お金を無心するファンレターが届いたそうです。そしてその手紙には、現在いろんなところから合計200万円を借りており、利子などが膨らみ自由な生活ができないので、一旦田中さんから200万円を借りてそれらを返済し、田中さん一箇所に借金をまとめたいという内容が書かれていました。もちろん田中さんは
この手紙に返事を書いていなかったのですが、その後も同じ人物から定期的に手紙が送られ続けているようで、ある手紙には返済計画と月に4万円ずつ返していけば自分も1万円貯金ができ、自由な時間を楽しめて英会話も習えるというぶっ飛んだ内容が書かれていたそうです。なお、この件を知った田中さんのアフリカ守護霊、ジャンガジャンガは、我々ジャンガジャンガの意志を継いだせいで、田中、すまん。と涙流しながらジャンガジャンガしたらしいです。自分で何言ってるか知らんけど。ちなみに田中さんは自身のラジオ番組内でこの手紙について本当に返ってくるのか興味があるのでやってみたいという気持ちが少しだけあると語っています。野生爆弾クッキーさん。お笑いコンビ野生爆弾のボケを担当しているクッキーさんはデビューして3、4年が経った頃、黒髪でおかっぱの小柄な女性ファンから赤い和柄の折り鶴を渡されたそうです。その後、折り鶴を家に持ち帰ったクッキーさんが何気なく折り鶴を広げてみると、なんと折り紙の裏側には米粒程度の小さい文字で、私のことを好きになりますように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 、というメッセージがびっしりと書かれていたそうです。ちなみに折り鶴を渡してきた女性とは別の方ですが、クッキーさんはファンレターをくれた女性と結婚しており、結婚後の夫婦初めての共同作業としてガンダムのプラモデルを組み立てたそうです。なお、僕と安全太郎も夫婦初めての共同作業として日本とアフリカをつなぐ高速道路の建設したら結婚しようって決めてて、今シンガポールにいるので同窓会には行けません。ひろしさん。ヒロシさんは2004年に大ブレイクしたピン芸人で、現在は YouTube 上に投稿しているソロキャンプ動画が人気を博しています。そんなヒロシさんですが、過去に50代の女性から渡されたファンレターには、私とヒロシさんが住むための家を借りました、保証人もつけました、あとはヒロシさんのお名前と印鑑を押してくださいと書かれており、手紙には借りた部屋と思われる 2LDK の物件の間取り等の情報が記載された紙も同封されていたそうです。もちろんヒロシさんはその要求を飲むことはありませんでしたが、その手紙は月々の支払いはヒロシさんの方でお願いしますとズーズーしい一言で締めくくられていたそうです。なお、ヒロシさんは近年テレビ出演の機会が減ったことを嘆きつつ、熱烈なファンレターがパッタリ途絶えました、みんな死んだのでしょうかとネタの中で語っています。なので、この件については、現在私見届け人木林が市役所と連携して言ってるか調査中です。さらば青春の光、東袋さん。お笑いコンビ、さらば青春の光のツッコミとして活躍している東袋さんですが、2013年にある女性問題のスキャンダルが発覚してしまい、ファンの数が激減してしまうという悲劇に見舞われました。また、僕も女性関係のスキャンダルには常に怯えて震えながら生きてるんですが、最近震えすぎて震えの残像が独り立ちし、引っ越し屋のアルバイトしてます。当時の東袋さんは相当落ち込んでいたそうなのですが、そんな中、ある一人の女性だけはずっと出待ちをして応援し続けてくれていたそうです。するとある日、東袋さんはその女性ファンから手紙を手渡されたので、家に帰ってそれを読んでみると、手紙には、あなたには救われる方法がある、ある方の教えを請うとあなたの過去が浄化される、全てを浄化するにはこの宗教に入るしかないと、怪しげな宗教団体に入信することを勧める内容が書かれていたそうです。またそれ以来、東袋さんがその女性と顔を合わせるたびに宗教の勧誘を受けるようになったそうです。ちなみにその女性は黒髪でおかっぱの小柄な女性だったらしく、クッキーさんの件との関連性も噂されているとかいないとか。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て今回の黒髪おかっぱの子に対して厳しい決定を検討中の髪型サークル、おかっぱしか勝たん一同は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点をお願いします。あと他にもいろいろやってるんで、概要欄もチェックよろしくです。ポリッ。